まいちゃんに聞いてみようのコーナーです。こちらのコーナーも久しぶりでありがとうございます。歩く広辞苑、飛び跳ねるウィキペディアとして有名な私吉田舞があらゆるものについて語るテーマ、あ語るこあ あって言っちゃったコーナーです。あこれ、あおこれ、いやいや柄の悪いところがね、はい、違いますよ。素が出てしまいましたね。さあテンション高くいきましょうか、ね、はい、デラウェア、デラウェア、うん、よ、ミルさんからいただきました。はい、ありがとうございます。子供の日は僕のおかんの誕生日なのですが、はい、プレゼントに何を渡せばいいのでしょうか。はい、なるほど、子供の日というわけで、だからおかんの誕生日、はい、うん、そういえばあれですよね、お母さんの日も母の日も近いんでしたっけ。そうですね、5月の第1週かなんかの日曜とかでしたっけ、はい、では5月8日です。8日ですか、ね、ではではでは、あのちまきあるじゃないですか、うん、ちまきの包んでるあの紐みたいなのをカーネーションにして、こうカーネーションの茎をくくりつけて、うんうん、ちまきをプレゼント。あー、はい、あちまきにカーネーションがくっついてる。そうです、花はもぎっちゃうんですね、もう、ね、食べるときは食べるときそうですね、うん、うん、それを壁に入れてもいいですし、なるほど、はい、だそうです、みゆさん、はい、どうでしょう。ふかしてからカーネーションを刺すんですか。ふかす、ふかす前にちまき、まあそれはもうふかす前ですよ。ふかす前だと、はい、一緒にほかほかにしちゃう。かかれちゃう、しわしわなるんだよね。まあしな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 、うん、ですね、うん、なるほど。まあカーネーションの風味が、うん、あ、柏餅みたいな感じで。そうです、あー、はい、なるほどなるほど、まあ、それも新しいですね、はい、なるほど。どうですかね、ぜひ楽しめ、はい、試してみましょうね。はい、シフィルさんからいただきました。はい、ありがとうございます。最近タイムライン上で、はい、オムライスを食べられない女性はモテるという、うん、どこまで本気なのかネタなのかよくわからないサイトの情報がやや話題になりましたね、うんうんうん、実際にひよこがかわいそうだからオムライスが食べられないと言われたら多分自分はワンパンすると思いますが、舞、うん、ちゃんが考えるモテる女性とはどのような特徴を持っていると思いますか、はい、なるほど。最近有名なの何ですか、オムライスたま何でしたっけ、ひよこちさんがかわいそう、ひよこさんがだって生まれてこなくてなんか死んじゃうからかわいそうって、はい、なるほど。それじゃあ正直モテないですよね、うん、痛々しいだけなので、私の中でモテる、お私肉ちゃん起きた、あら、まあそれに引っかかるね、はい、バカな男もいるわけですから。そうそうそう、いやマジでかわいそう、いるかな、なんかかわいそうになってきたっつって、わかる、やめとこう、サラダ食べよう、サラダ、そうはい、チャーハン食おう、チャーハン、チャーハン、チャーハンでも、もうチャーハンこう卵入ってねっつって、入ってねえバカ、チャーハンに卵入ってるわけねえだろ、はい、でもだってチャーハン、どこに卵入れんだバカ私の中でモテる女っていうのはですねあの峰不二子みたいな感じで、はい、まあ、あのスタイルじゃないんですよ、ええ、あんなスタイルの人なかなかいないので、うんうん、ナイスバーデーですね。歩き方がこうくねくねしてる人、うん、ライダースーツのチャックをへそぐらいまで下げれる女そうですね、峰不二子、うん、今にもこぼれそうな感じですね、はい、くねくねしゃなりしゃなりと動いて、はいはい、好きな食べ物はスコンブで、おずっと噛んでるやん、はい、バイク乗ってヘルメットの中でスコンブ噛んでるあ、いいねかっこいい、うん、でモテる、そうだな、うん、ちゃんとハンカチとティッシュはいつも持ってましょうね。それ大事、うん、それは大事ですよ。カーテンとかで拭いちゃあかんからね、うん、ダメです、エティケットとしてね、はい、うん、そうですね、あとはいつも笑顔、うん、なんで暗く言うんだよ、そのさいつも笑顔で、はい、そう、こうやって暗くなっちゃいけません、そう、いつも笑顔、いつも笑顔かな、それそれそれ、うん、はい、それがじゃあモテる女性、はい、うん、そうですね、あと、うん、あ、はい、お祭りとかで、うん、あのひよこが売られてるじゃないですか、はいはいはい、それをかわいそうって言える人、うん、ああ、はい、そっちをね、そっち、はい、そっちはいいんだ、そっちはいい、オムライスはもう、うん、もう実際生きてるやつをかわいそうっていう、はい、でも、はい、カラーひよこが売ってたら、あ、かわいいっていう、そう、そうですね、うん、あれ、モテない方がなってますけど、はい、収集がつかないので、はい、私のところ、じゃあこれが女性のあれですね、はい、覚えました、キュンキュン、はい、はい、頭のハードディスク、頭の5インチディスクに書き込み中バチェさんからいただきました、ありがとうございます。最近買った某 PSP のゲーム中、うん、ぶっちゃければディスガイア4で流れる曲の一つを、はい、
ウィキペディア吉田さんが歌っているのをついさっき知ったのですが、さっき、うん、ありがとうございます。その歌の印税でとても変わったものを買ったそうですねって関係ねえじゃん。一体何を買ったんですか。印税で、うん、ドバッとドバッとドバッときた、はい、買いましたもんね、はい、ポンデリングを10個以上買いました。お10個以上ってことは10個以上はすごいね、うん、10個までは結構あるけど、うん、それ以上ですね。以上ですからね。しかも100円の日に、はい、100円の日に買いました。おお、また大金を得た時のさ、買い物が毎回細かいですよね、買いちゃんね。あ、そうですよね。あれを10個とあれも買ってみたいな。確かに貧乏症なんですかね、元が。そんなことない。元がね、1個大きいお買い物したいですよね。なるほど。グランドピアノが買いたいな。おお、でかい。うん、でも弾けませんよ、ピアノそんなに。飾りとして。グランドピアノ4です。はい。そんな感じです、うん、ポンデリング美味しいですよね。黒糖がいいな。はい、黒糖です、はい、黒糖で、もちろんです。はい、というわけで、うん、以上。まだありますか。お、まだあの、ありがとうございます、はいはい、以上です、はい、以上です、はい、ありがとうございました。皆さん、あのこんな感じですけどお便り待ってます。ありがとうございました。笑顔が、笑顔が、ニコだとそれ逆にあるでしょ。はいはいはい、以上、あ、以上、まいちゃんに聞いてみようのコーナーでした。いやはい、大将に聞けです。はい、このコーナーでは日常の何気ない疑問や悩みをおっさんたちが解決したりしなかったりしていきます、うん、はい、まずはあのミルさんからいただきましたね。ありがとうございます。あの僕の愛する野球チーム広島東洋カープが今年は頑張っています、はい、今年のカープは一体何が違うのでしょうか、うん、というふうにいただいておりますけど。あ、なるほど。人数、人数違いますね、うん、試合に出ている人数、はいはい、確か去年までの10倍ぐらい出てますね。出てますね、はい、去年2人でしたっけ。去年まで2人でした、ね、確か、はい、キャッチャー、キャッチャーとバッターキャッチャーとバッターしかいなかったんです、はい、キャッチャーとバッター兼センターですよね、はいはい、去年まではね、はい、今年はもう9人勢揃いしてますから。もう9人以上いますからね。だいぶ補強しまして、はい、全ての、 あの類と類の間に人がいますからね、はい、ああなるほどね、はい、あとはもう半分ぐらいは人間以外使ってますよね。おう、トラとか、はい、あの肉食獣ですよね基本。そう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 、ランナー出たらもう食べますからね。食べますね、ファーストが特に食いますね、はい、走ってきたところを大口上げて待ってますから、ね、でわーって走っててバクン。そう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 、やっぱ強いですよ ね、 あと妖怪とか、あ、いますね、うん、あの顔だけのでかいやつとか、ね、あのそうそうそう、ショート小僧とかね。妖怪ショート小僧がずっと守ってますから、はい、ね、ショートをね、200年ぐらい守ってますから、そうずっと待ってます、はいはい、相手チームが守ってる時もショート小僧はいるんです、ね、ショート小僧います、ね、います、はい、ぼんやりいます、はい、ずっと帰りを待ってるんです。あの時の約束をずっと待ってるんです、ショート小僧は。それが叶えられれば、まあ、消えるんでしょうけども、はいはいはい、まあ、そんなとこですから、まあ、要は百鬼夜行ですよね、うんうん、ね、今日ね何回も出てますけどね、それは強いですと思う、ね、あとあれですよね、サードから本塁の間のところにタンスが置いてありますよね。滑り込んでいくともうそのまま引き出しにストーンと入っちゃう。おー、ね、ホームインできないんですよ、はいはい、ストーンって入ってパタンって閉められて終わりですよ。結構そのタンスも結構使われてますよね、タンス霧のね、霧のタンス、はい、日本テレショップで買ったやつですけど、他になんかね、なんだっけな、名前変えたんじゃなかったっけ、広島東洋力、うん、にしたんだなって。あ、そうで、広島東洋緑プーですよね、はい、漢字だったのね、漢字、そう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 、緑一プーかもしれないですよね、そう、登録を、あれを漢字に登録し直したらしいですね、あ、本当だ、そうすると広島東洋緑力数ですね、これ力数プーですね。
あずま両力かつあの無理くりはやめましょうね広島東洋あずまひろし、あずまひろし、あずまひろし力一番って言って、そうそうそう、うん、そんな感じです。そうです、あのキャラクター変わりましたね。あ、おー、球団のマスコット、ね、鉛筆削りですよ。あ、おお鉛筆削りの着ぐるみですよはい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 、それどんなパフォーマンスするんですか。いや、もうぐるんぐるん自分で回すんですよね。ほん、滑り込んだ先っちょをどんどん尖らしていく、うん、ガーって。誰の、え、選手の、選手の小早川ですよ。もういねえよあの、立川、立川、はい、いねえよ元、はい、重鎮ですよカープなのにタイガーを起用するんですかそうだね、まあ、鯉のぼりでもいいんですけど、ねね、鯉のぼりも大口開いてますよね、はい、ただあれはね牙がね4層ぐらいでこう、うん、はい、ありますから、はいはい、でどんどん生え変わっていきます、ね、そうそうそう、どんどん後から後から出てきますからね、はい、ハンド知らずもいますか。ハンド知らずはサッカーですね、うん、妖怪ハンド知らずこれサンフレッチェの方にいますね。サンフレッチェの方にね、はい、タムロしてますよね、はい、やっぱ広島なんだ、広島です基本外野にファンが埋められていて上昇気流が起きてますよね。あ、カープファンがいっぱい埋まってんだ、そこに。人柱として埋まってますね。年賀じゃあもう上昇気流を作ってるということね。あとあの怖いなあと基本カープの攻撃の時はあの若干向こうに向けて下り坂になりますよねそうなので敵が攻撃する時は上り坂になるんですよ、ね、え、金かかってんな。下りにしといてバンって打てばホームラン張りやすいですよ。下りにしといた方が距離がだからそのままストーンっていくから打ち上げなくてもいいですよ。あ、なるほどね。それも聞いたことありますね。ああでも中で見てる人たちも当然気づかないし、テレビ見てても気づかない、はいはい、一塁まで異常に速いんですよ、みんな選手が前傾でもう、はいはい、全力坂ですよ、もう。だからヘッドスライディングする人が多いんですね。そう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 、赤ヘル軍団は、はい、ヘッドスライディングするとフェンスにゴキーンっていきます首グリッっていきますかなるほど、はい、それは強いんです、うん、はい、今年の活躍期待しましょう。広島東電カープ、危ない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 、はい、違うよ、はい、はい、もう一つですね、はい、シュワルツさんからいただきました。ありがとうございます。大将たち、明日細い大将が参加するイベントスーパーコミックシティ20に、はい、このままでは一人で行くことになります。どうすればいいでしょうか。お素朴な、そういえばツイッターで行く人募ってたけど誰も乗ってきてなかったね。いや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 、まあ基本的には女の子が来るイベントなので、うん、なかなか来づらいとは思うんですけど、うん、だから女の子になればいいんですよね、うん、ですね、はい、基本眉毛を剃りましょう。眉毛をまず右側から剃りましょう、はい、うん、右眉左眉でしょう、ね、まあ漢字を見てからね。そうですね、剃った後に、はい、にって笑ってみて、あ、これ大丈夫だったね、そのままで根元残してギリギリまで剃った後にペターンって反対の眉毛にくっつけて反対の眉毛を2倍にする。ああ、濃いめにね。そう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 、はい、メリハリを効かせてしよう、うん、はい、まずそれをやってみればいいんじゃないですか。そうですね、まずそっからですね、はい、シャッペターン要は皮から削いでるってことですか。 こっちから、あ、そうですね、眉毛の2ブロックみたいなもんですよね、うん、こういい感じの薄さにこう削いで、根元ごと、はい、そう、根元がこっち側に出るように、そう、いや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 、だからペタンと反対側に出れば、ね、もうあの毛根、毛根の毛根、毛根で、そう、内側にどんどん濃くなってくるんですよ。そうそう、うん、はい、だいぶ、うん、気づかれないですね、うん、その時点で。女性になるにはそっからですね。はい、そうですね、はい、以上ですか。ですかね、そんなもんですか。あと何ですかね、まあ、なかなか女性喉仏を潰す、あ、ですね、はい、指で、はい、うこうやって、うん、そう、つまんで、カッてやれば、くるみ割り人形を使って、ああ、カーンみたいな、だけど万力とかでもいいですけどね、で、いい声出るようになります、ね、はい、かなりいい声出るんですね、はい、あと会場で消臭力の歌を大声で歌えば完璧ですね。ああ、はい、でかい声でね。まあ、当日大将が歌いますけど、ね、アンコールで、うん、はい、はい、
そんな感じですか。あ、彼女と行けばいいよって書かれてる。あ、まあ僕も最初これ読んだ時はそう思ったんですけど、うん、彼女と行けばいいじゃん、うん、みたいな、うんうんね、別れたか。あ、そうだ、別れたんだ。そう、違う違う違う、別れた。別れたの？別れてない。別れたよ。1000ツイート目で何をすればいいですかって時に俺彼女と別れましたって書けっていう。そう、俺がツイッター始めましたって書けって。そう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 。そうだよ、彼女がいるの、彼女っていけるじゃん。彼女いいじゃん。ね、はい、うん。もしくは彼女の眉毛をこうね、メリメリメリっとこう。彼女と、ウォークマンのヘッドホンを共有するがのごとく、うん、眉毛を共有する。はい。だから要は自分の左右側に左眉があるんですよね。そう、だからもう、うん、マジックテープの容量で、はい、毛根側と毛先側で綺麗にくっつきますからですね。仲良く、ええ、はい、手をつなぐ代わりにチャリって、はい、両手がフリーになるし仲良くできるし、はい、もう離れられない、はい、こんなメリットはないですね。はい、はい、カープファンの人に RT されてるのか、これはボットやな。カープファン公式ボットですか。ボットですね、はい、こうキーワードで拾ってくるタイプのやつですね、きっとね、はい、実際聞いたわけじゃないですね、多分ね。しかもボロクソには言ってないですからね。いかに強いかを説明してるだけですからね、うん、はい、はい、以上でございますか。はい、大将に聞けでは、面白い感じのやつを来たらいいなと思ってます。おい、はい、以上、大将たちに聞けでした。あどきげ、はい、うん、はい、そんな感じでございまして、はい、告知を行いたいと思います、はい、じゃあまいちゃんからいきますかね、はい、吉田まいからさせていただきます。5月5日のビッグサイトのイベント、あ、すいません、なんかコミティア96だそうなんですけど、お、間違えてしまいました。あ、96、すいません、96で、そちらで、ドラマ CD の売り子をさせていただきます。多分ずっといるので終日運転しますので、吉田は、はい、ぜひ遊びに来てください。フライヤーも作ったんで撮ってください。はい、自身で作ったんですね。ワードで一生懸命作った。ワードで作ろうとしたら失敗してしまって、結局ペイントで作りました。わー、ペイントで。はい、そんな、詳しく先ほどの情報も載せております、はい、吉田舞の黒猫歌姫ブログです。遊びに来てください、はい。そしてツイッターもやっておりますので、はい、最近頑張ってつぶやいてますよ、私結構。そうですね、そういえば、はい、どんどんフォローお願いします。はい、お願いします。以上です。はい、ゲームがいろいろ発売中です。3月30日じゃないや、4月8日、うん、ごめんなさい、ホワイトブランドカムルルン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 が、好評発売中、デコネコソフトさんの最新作、主題歌やってます。そして三国連戦記乙女の兵法がプレイステーション2に帰ってきます、5月26日発売予定です。ぜひやってください。音楽全部やってます。そして6月24日にはキーさんの最新作リライトが発売になります。 BGM をおよそ10曲ぐらいやってる気がする。ぜひ聴いてください。そしてリライトのイベント、リライトフェスがもう今週の日曜ですよ、今週、来週5月8日ベルサウル秋葉原で行います。1050円でお土産付き。お、お土産、第1部第2部とあります。私はトークパートでちょろっとだけ出演させていただくことになっております。よかったら遊びに来てください。そしてもう、日付変わっておりますので、今日ですね、スーパーコミックシティ20に私、出演させていただきます。東京ビッグサイト東5ホール13フィルスラッシュブースで14時半頃に、スタート予定の私のミニライブ&トークやります、びっくりする人がゲストで来るよ。ゲストじゃないか、すごい人とやるよ。いや、マジっすか。はい、すげえ、まさかあの選手が。そう、あの選手がショート小僧がでっかめのね。はい、うん、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、あとは、はい、あとまた口頭の告知になりますけども、はい、すいません、私先に行きましょう、アニメまだまだ発売中です。はい、レビューとかインタビューとかやってますので、はい、ぜひ購入してみてください、読んでください。
はい、同じく5月6日、金曜日、東京の野方区民ホールで、映画つるしびなチャリティー上映会を行います、うん、稲村優奈さん、花村さとみさん、村井美樹さん、片山さん、大和監督とさまざまなゲストの方いらっしゃいます、はい、で、こちらの方はですね、映画の上映会だけではなく、やっからさんの、ライブやあとは小ネギのちょっと俳句とかも行ったりしますので、うん、ぜひ皆さん一度見に来てください、はいはい、ということで、スペシャルでお送りしてきましたが、いつもにも増してトラブル多くてどうも申し訳ございません、はい、この後予約があれば、ユーストリームの方で、はい、反省会の模様をお送りできればと思っております。 そうですね、そして日付変わって今日14時半、はい、ライブぜひ来てくださいね。というわけで、来週からまた通常放送に戻ります、はい、毎週月曜日夜10時ユーストリームでお会いしましょう。それではまた来週、さよなら。さよなら。デラウェア。いいよ。